夢叶えるプロジェクトとは、ミュージシャン、作曲家、ダンサー、クリエイターなど夢を叶えたい人と、 YouTuber、サポーターなど夢を応援したい人が集まり、発信し交流し応援し合う社会貢献プロジェクト。そのプロジェクトをさらに盛り上げるべく応援していくのがこの番組。先生の夢かなラジオ。こんばんは、ターナーこと田中直人です。全国のコミュニティ FM を結んでお送りするターナー先生の夢かなラジオ。この番組はボイストレーナーで夢かなえるがむしゃら応援団の私ターナーと、夢かなえるで夢を叶えるために頑張っている素敵な仲間たちでお届けする、みんなの夢を応援し交流する社会貢献ラジオです。今日も始まりました。そして今日も夢叶える事務局の小坂さんの代打でこの方に登場していただきます。皆さんこんばんは、夢叶える事務局イベント制作チーフの木塚です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや、キッズさん、夢叶える学生応援団、はい、いや、なんか頑張ってるみたいなんですけど、どんな団体ですか？もともとは陸前高田で、震災が起こった地域で、いわゆるその学生の子たちがその SDGs 地域応援をやるということで始まったプロジェクトになります。今何名ぐらいいらっしゃるんですか？そうですね、今現在だと140から150ぐらい、参加するとき多いときは300集まる場合もあります。300名。はい、すごい、いろんな国籍の方がいらっしゃるって聞いたんですけど。そうなんですよね、留学生の子たちも結構多くてですね、うん、まあ、中国の方が結構多いんですけど、はい、その次にこう、うん、マレーシアであったりとか、おーおー、韓国であったりとか、うん、ハーフの方々も参加しているし、もちろん日本の方も参加していただいてます。これはどうしてそういう方々が集まってきたんですか？もともとはうちの事務局の人間が中国出身の子が多かったりとかするんですけど、それだけではなくて、単純にその留学生の子たちが慈善活動にすごい興味があるということで、うんうん、かなりの人数が参加していただいていると経営があります。これはもう学生だったら誰でも参加できるんですかね？はい、高校生もいますし、専門学生、うん、大学生、どなたでも参加できるような形になっています。参加方法はですね、夢叶えるの公式ホームページもしくは SNS に QR コードだったりとか LINE を登録するページがあるので、そちらから登録いただければすぐに参加ができます。詳細はぜひ夢叶える公式ホームページをチェックしてください。さあ、この後は夢叶えるで夢を叶えるために頑張っている素敵な仲間を紹介します。今日はどんなアーティストが登場するんでしょうか？お楽しみに。ターナー先生の夢かなラジオ。ボイストレーナーで夢叶えるがむしゃら応援団の私ターナーが、全国のコミュニティ FM を結んでお送りしているターナー先生の夢かなラジオ。今週は夢叶える事務局イベント制作チーフのキッズーと一緒にお送りしています。改めてよろしくお願いします。さあ、今週も夢叶えるの素敵な仲間、夢叶えるフレンズに登場してもらいましょう。この方です。皆さんこんばんは、ボカロと歌うボカロ P として活動している岸と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ボカロと歌うボカロ P ということで、自己紹介お願いできますか？はい、僕は普段まあ YouTube だったりだとか TikTok 上で活動しているんですが、ボカロ P っていうと普通は、ボーカロイドにまあ歌ってもらうといった形で音楽を作っているんですけれども、うん、僕はもう自分も歌ってしまおうということで、すご、一緒に、ボーカロとデュエット形式で歌いながら楽曲を、作ったりとかしています。すごいですね。そのきっかけは何で始まったんですか？そうですね、なんかそもそも実はあんまりもともとボーカロイドを聴いていたわけではなかったんですけど、うんうんうん、2年前くらいにそのたまたま流れてきたのを聞いて、なんかもともとその初音ミクの声のイメージしかなかったんですけど、うん、本当に100体以上世の中にはまあボーカロイド的な存在がいて、で最近すごいこう人間の声と聞き分けがつかないくらいのレベルまで進化してるんですよね、うん、なのでなんかもう自分と一緒に歌ったりしてもいいんじゃないかってその時思いまして、おー、すごい。そこからもうボーカロを触り始めた時からほぼ一緒に歌い始めるみたいな感じでスタートしましたね。おー、ちなみにキッズもボカロなんですけど、ご存知でした？僕はボカロではないですね。あ、マジで？はい、僕はボカロではないです。あ、オッケーです。一緒に歌っていただいて。キッズさん、このキッシュさんは、あ、一緒に歌うんですか？やめた方がいい。キッズさん、このキッシュさんについてはどんな印象でしょうか？そうですね、まずミュージックビデオコンテストボリューム4のゴールド賞を受賞をされたキッシュさんなんですけど、初めてその、まあ、ミュージックビデオを見させていただいたときに、
あれこのスタイルって今まであったっけというのは僕のやっぱ一番最初の印象ではありましたし、イメカナフェスにも実際にライブ生ライブとしてまあ出ていただいていたんですけど、なんかバンド形式で出るっていう形だけなのかなとポッてパッて見たら、あれ違う、これはちょっと今までないスタイルだなっていうのがやっぱ僕の直感、今までずっとバンドとかライブとかをやってきた人間なので、こういう新しいスタイルがこう生まれてきてるんだなっていうのは本当に直感で思いました。いや、そんなボカロと歌うボカロ P、 キッシュさんの曲早速聞いてみたいと思います。どの曲がいいでしょうか。はい、それではミュージックビデオコンテストボリューム4に僕が出場させていただいた楽曲なんですが、インターネットを普段使う中でやっぱりこう匿名性ゆえの誹謗中傷だったりとか、まあ、心にもないようなことを言ってしまうっていう中で、どうやったらインターネットにこう向き合っていけるのかというようなことを考えながら作ったボーカロイドと一緒に歌う楽曲になります。それでは聴いてください。アノニマス、ボーカルキッシュ&カフ。お届けしましたのはキッシュアノニマス。さあ今週はボカロと歌うボカロ P、 キッシュさんをゲストにお招きしています。キッシュさんが音楽を始めたきっかけは何なんでしょうか。そうですね、実は僕もともとゲーム音楽がすごい好きだったんですね、うんうん、で幼い頃にあのドラゴンクエスト、ドラクエをやってまして、はい、今普通にこう街とか森とか駆け回ってたんですけどなんかこうちょっと中盤くらいでなんか設定開いてみるかみたいな、その画面の色とか音の大きさとかをいじった時に、なんかあの BGM をオフにできたんですよ。あ、でその時に BGM をオフにした瞬間になんか世界がこうもうすごいつまらないゲームになっちゃったんじゃないかぐらいの感覚がありまして、その時に初めて、うんうん、あ音楽楽しんでたのか俺はみたいな感覚になって、でそこから作曲を始めたいなって思ったのが音楽を始めたきっかけですね。めちゃくちゃいい話ですねありがとうございます。いやすごいわかります。どうですかキッツーさんは。そうですね、それはすごく共感できる。僕もファイナルファンタジーとかこういろんなゲームやらせてもらってますけど、うん、やっぱあの壮大な BGM があってのゲームなんだなっていうのをやっぱすごい音量消すと改めてやっぱそれを実感しますね。本当そうですよね、うん、もうキッツーさんはねドラクエやりながらドラム叩いてるんですもんね。そんなことはないですねちなみにボカロと歌うボカロ P ということで、はい、いつも普段はどんな活動されてるんですか。そうですね、普段は YouTube だったり TikTok の SNS 中心にはなるんですけれども、
やっぱり自分の曲を聴いてもらう上でただ曲を出すだけよりももっといろんなものを発信したいっていう気持ちもあって、うんうん、なのでボーカロイド僕が使っているのはカフさんというキャラクターなんですけど、はい、と一緒にもう会話から始めてしまう一緒に喋って一緒に曲を作ってそしてその曲を満を持して出すみたいな感じでリスナーさんと一緒に楽しみながら投稿とかをしています。一緒に曲を作るってどんな感じですか？そうですね、もともとはその自分の中のカフさんっていう存在と、ある種対話を想定して作るみたいな感じで、うんうん、ショート動画にまとめてそれを出したりとか、なんかこういう歌詞はこういう意味があって作ってるんだよみたいなのを内容にしてたんですけど、でも最近だともういわゆるチャット AI みたいなのがすごい出てきてるんで、はいはい、AI と対話しながら歌詞を考えるみたいなのが日常になりつつありますね。キッシュさんの YouTube はなんか登録者数11万人を超えるということなんですけど、はい、これすごい短期間でそうですね、ということですよね。去年の2年ぐらいで、いや1年経ってないくらいになるんですけど、やっぱ最近ショート動画が、TikTok とか YouTube そうですごい来ていて、うんうん、たまたま僕がそのショート動画早めに手をつけていたのもあって、自分が思った以上に結構たくさんの人に楽しんでもらえてるなという感じはありますね。これね、僕も含めて11万人超えたい人多いんですけど、この1年で11万人になるコツを教えてもらっていいですか？コツですか？そうですね、やっぱりなんかみんながやってないことをやるって結構大事かなと思って、月並みですけど、はい、それはプロモーションというかブランディングというか、それがどうやって伝わっていったんですかね？もともとは TikTok だけやっていて、はい、で、はい、TikTok さんに厳選クリエイターっていうのに選んでもらったりとか、うんうん、あと TikTok アカデミーっていうのもあったりして、それはすごいんですよね。奨学金をもらいながらすごショート動画を作れるっていうのがあって、そこがめちゃめちゃありがたくって、その期間にショート動画作るのにすごい集中できて、でその後に YouTube ショートが始まって、あ、じゃあそっちにも出してみようかなっていう感じだったので、自分としてはすごいタイミングが大きかったなっていうのがあるんで、なんか偉そうにアドバイスとかもできないんですけど、一個はこのユーザーさんがこう楽しんでくれることを大事にして、なんか台本とか考えるのをすごい大事にしてますね。いや、なんか夢叶えるも参考になりますよね。夢叶アカデミーとかでそうやってちょっとね、動画のね、制作費をどっかから集めて、でそれをそのクリエイターが使ってどんどん作れるみたいな環境できたらいいですね。そうですね、いわゆるそのだからインフルエンサー事業ではないんですけど、やっぱそれに近いことなのかなって思ったり、それはやっぱその楽曲音楽でそれをやるっていう人は、ね、やっぱなかなかいないので、ぜひとも参考にしたいところですね。素晴らしい。そしてリリースとかライブとかはどんな感じなんですか？リリースに関しては基本 CD 媒体ではなくって、Apple Music だったりのサブスクリプションにて配信をしています。ライブは普段めったにやる機会はないんですけど、先日の夢かなエールさんのイベントにて初めてライブ出演させていただきました。ありがとうございます。最初のライブとして2曲だけだったんですけど、やらせていただいたりとか。で、配信どんな感じでした？ライブに関しては2曲やったうちの1曲は自分1人で出て、で2曲目は仲間のバンドを連れてっていう形だったんですけど、まだボカロと歌うっていうのをライブでやるのは難しかったので、こう自分1人で1曲目を歌ってっていう感じ で、はい。キッシュさんは顔出ししてないですよね？そうですね、 SNS 上では顔出ししていなくて、先日のライブでは来ていただいた人限定じゃないですけど、はもう顔は見れる形だったんですけど、でも SNS には あげないでねっていう感じでやらせていただきました。今後は顔も、どこかのタイミングで出していけたらなとは考えてます。あ、顔はじゃあこれから出してくれるんですか？そうですね、ちょっと今はまだっていう感じでやらせてもらってます。いやー、キッシュさんの顔楽しみにしてます。ハードルはあんまり上げないでもらって。下げんの？キッシュさん顔出しがいつ見れるかは分からないですけど、楽しみにしています。ありがとうございます。そんなキッシュさん、夢叶えるプロジェクトについてはどのように知ったんでしょうか？そうですね、夢叶えるに関してはもともとツイッターで気がついたらフォローしていたみたいなところもあったんですけど。ありがとうございます。なんかコンセプトもすごい好きで、なんか夢を叶えるっていう言葉がすごい自分の中ではやっぱり中心にあって、音楽をやり続けるっていうこともそうですけど、なので SNS きっかけで知って、で次ある時は応募してみようって思っていて、でミュージックビデオコンテストボリューム4のタイミングで参加させていただいたという感じですね。おー、夢叶えるプロジェクト登録してみて何か変化ありましたか？そうですね、やっぱりその
再生回数だったり投票数っていうのが順位に直結するので、うん、ファンの方々にどれだけ協力してもらえるかっていうのがやっぱり決め手になるんですけど、今までそういう経験がなかったので、うん、こう改めて本当にありがたいなというか、ファンの方々一人一人の力がないと達成できなかったので、そこはすごく自分もですし、ファンの方々もこう熱を持って一緒になんか戦えたなっていうのはすごい楽しかったですね。いや、夢叶えるプロジェクトはやっぱりアーティストとか参加者にとって本当にサポーターとかファンとの絆が生まれるような仕組みにもなってるってことですね。いや、そうですね。キッズからキッシュさんに聞いてみたいこと何かありますか？まあ、実際にこう今配信であったりとか、やっぱネットを中心に活動されているのはもちろんなんですけど、その先ほど言われたみたいにそのまあライブ活動っていうのはまあまだそこまで、まあ、初めてこの間やっていただいたってことだったんで、はい、今後こう、まあ、ボカロと一緒に歌う形式でこうライブ活動をやっていきたいっていうのは考えてますか？そうですね、本当にそれが夢の一つとしてあって、ただやっぱりその映像的な演出の部分だったりとかで簡単にはなかなかできないので、ちょっとずつ仲間を集めていったりとか、技術的に精度を上げていったりとかしながら実現したいなと思ってます。はい、ここでもう一曲キッシュさんの曲をお送りしたいんですが、どの曲がいいでしょうか？はい、というわけで僕のボカロと歌う楽曲の中でも一番再生回数が多い YouTube では50万回再生を突破しました代表曲となっております。不可欠ボーカルカフ&キッシュでお願いします。始まりは小さなクッソ、夢を見ては見失って、未完成な世界いつか君の音で、お届けしましたのはキッシュで不可欠でした。
いやなんかキッシュさんと一緒にボカロが歌うとなんかボカロにも心が入ってきている感じで、なんか結構こう優しい柔らかいこう癒される感じありますね。あ、本当ですか。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。さあここでね、この番組恒例の質問があるんですが、キッシュさんが今後叶えたい夢を教えてください。そうですね、僕夢としていつも答えているのが、あの夢を見続けることっていう風に答えていて、なんかやっぱりその自分がこういうデジタルなウェブ上とかでも活動してるのもあって、結構もう数ヶ月でなんか状況が変わってしまうような中にいるんですね。例えばイラストの界隈だったら、本当1年前はもう AI のイラストなんてぐちゃぐちゃだったんですけど、最近はもう本当紙絵師みたいなイラストが出てきちゃったりとか。あ、そうですよね。でそれがこの後音楽でも間違いなく来るだろうなっていうのもあって、なのでまあ一個長期的な方向性として、こう自分が一個一個その時その時でやりたい夢を見て、その夢を叶え続けるっていうのを一個スタンスとして置いてはいるんですけど、まあでもじゃあ今直近で何を叶えたいんだよっていうところでいくと、音源としてバズりたいなっていうのを今毎日企んでいまして、その TikTok とかでまあよくこう踊り、女子高生とかが踊ったりとかするバックグラウンドに流れてる曲とかがあるんですけど、そういう風に音源単体でバズるっていうのを今目指したいなと思って曲を作ったりしています。なんかそれはどれぐらいの状態になったらバズるっていう状態なんですかね。確かにそこちゃんと数字で決めるべきですよね。でも一個その今年目指したいなと思ってるのが結構大きいんですけど、 YouTube でミュージックビデオ1000万回再生をどうやって出すかっていうのを考えていて、まあ、かなり大きいんですけど、一旦その目標で考えながら、それだったらじゃあこういう曲が欲しがられてるんじゃないかとか、これくらいの長さのサビがいいんじゃないかとか、そういうのを日々こうちょっと楽しみながら実験しながら作曲したりしてます ね。じゃあもう楽曲提供みたいなことももうすごいやっていこうかなみたいな。そうですね、今後は歌い手さんだったりアイドルさんだったりアニメだったり、いろいろ幅を広げながらやれたらいいなと思ってます。本当にこの未来の音楽というか未来の形がどん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 今変わってると思うんですけど、はい、こんな未来になったらいいなとか描いていること、今は全くないことでもいいんですけど、そういうのってありますか。そうですね、一個はやっぱりその、まあ、ボーカロイドも AI の一種ではあると思うんですけど、なんかその人間 VSAI みたいな感じになっちゃうとすごい寂しいなというのがあって、まあ、なんかターミネーターとかの影響もあって、特に海外とかだとなんか AI を一旦止めろみたいな動きが強かったりとかもするんですけど、なんか僕はむしろその、まあ、友達のように、先ほど流れた不可欠でも友達のようにっていう歌詞があったりするんですけど、なんか対話しつつ自分を支えてくれるような存在として、一緒にボーカロイドだったり AI だったり、そういう未来を作っていく一助になれたらなと思って作ってる部分はすごいありますね。キッズはキッシュさんにありますか。そうですね、その1000万再生ってどうやってやるんだろうなっていうのはすごく、僕もなんかこう自分もこうバンドをやっていたタイミングで100万再生っていうのを言ったことあるんですけど、その10倍ってどうやってやるんだろうとかって僕も日々いろんなアーティストとこう関わっていく中で考えてはいるんですけど、その先ほどキッシュさんが言われてたみたいに、こう新しいことをやっぱ取り入れていくことがやっぱすごい重要になってくるんじゃないかなっていうのはすごく僕も考えていますし、まあ、何よりまずそのキッシュさんがやってるこのスタイル自体がそもそももう今パイオニア的な、いわゆるそのボカロと一緒にやるっていうこと自体はすごくやっぱ新しいことなので、これは本当に突き進んでほしいなっていう気持ちがいっぱいです。そのボカロをなんかこれから始めようかなとか思ってる人たちに何かメッセージとかってありますかね。そうですね、今は結構その、まあ、ボーカロイドっていうとヤマハの製品になっちゃうんですけど、広いあの合成音声の中でいうと無料で使えるものとかもすごいあって、スマートフォンで使えたりもしてきているので、なんかあんまり重く考えすぎずに今すぐ始めてほしいなっていうのはよく伝えてますね。やっぱ若い人がやったら急にすごいものができたりとか、そういう楽しみもありますよね。そうなんですよね、 TikTok とか見てても、これ中学生が作ったの、俺中学生の時こんなん作れないぞみたいなのが、まあ、周りの環境、その機材とかもどんどんスマートフォンとかの性能も上がってたりもあるんですけど、やっぱりすごいものが出てくるので、そこは楽しみですね。はい、キッシュさんの顔出しも楽しみです。頑張って出していきたいと思います。そろそろね、お別れの時間になってしまったんですけど、最後に、告知等ございますでしょうか。はい、先日の4月15日より、新曲幸福の国という楽曲が、YouTube 上に上がっています。そちらはですね、誰でも幸福になれるという設定の国の少年とそこに訪れた黒猫の物語になっているので、ぜひ聴いていただければと思います。サブスクリプションなどでも配信をしております。はい、今後もキッシュさんの活躍期待しております。
ということで今週の夢叶えるフレンズはキッシュさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。これからも頑張ってください。ハーナー先生の夢叶ラジオ。ここで一曲お届けしましょう。夢かな SD ガールズでセブンティーンドリームス。何ができるだろう SDGs。 ドキドキする、新しい未来へ。黄色い太陽みたいな、叶えられる夢はそう無限大。誰にも優しい平和な世界を手を取り合う。お届けしましたのは夢かな SD ガールズでセブンティーンドリームスでした。ターナー先生の夢かなラジオ。ボイストレーナーで夢叶えるがむしゃら応援団の私ターナーが、全国のコミュニティ FM を結んでお送りしているターナー先生の夢かなラジオ。ラストはミュージックビデオコンテストボリューム4でわさび賞、イクオ賞、夢叶える事務局長賞のトリプル賞を受賞したグリスラマーのビューティフルライズを聞きながらお別れです。ここで私ターナーからのお知らせです。ぜひツイッターターナー先生のフォローをお願いします。このラジオの裏情報もどんどん出していきますよ。そして夢叶テレビがむしゃら応援団シーズン2が夢叶える公式 YouTube で配信されてます。冒頭に話した学生応援団の様子であったりとか、病院のヒーリングウィンドウなど、様々なコンテンツを YouTube で配信してますので、ぜひともご覧いただければと思います。この番組では夢叶えるに登録しているバンドやアーティストの特集、ライブイベント、夢叶えるのミュージックビデオコンテストの裏側の模様が見られます。番組 MC は元 AKB48 の松井咲子さんが務めてくれてます。詳細はぜひ夢叶える公式ホームページや SNS をチェックしてください。さあ、夢叶えるプロジェクトでは、夢を叶えたい人と夢を応援したい人が集まり、発信し応援し合うプロジェクトです。あなたもぜひ参加してください。この時間のお相手はボイストレーナーで夢叶えるがむしゃら応援団ターナーと、夢叶える事務局イベント制作チーフの吉川でした。また来週、さよなら。